はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、9月の15日火曜日でございます。今日はですね、今から2時からなんですけれども、東京ディズニーランドに行きたいと思います。ちなみにですけれども、昨日からですね、ベリーベリーミニーが復活したので、今日はね、それをメインでね、見に行けたらいいなと思っております。で、今ね、駐輪場来たんですけれども、見てください、自転車の数半端ないですね。今まではね、これの半分もなかったと思うんですけれども、いやすんごいね、自転車の数なんですよね。いや、これは相当ね、年パス枠増やしたなって正直思いますね。で、逆にね、まあ、これだけね、年パスがいるということは、まあ、そのベリミニとかね、あとグリーティングとかもかなり混むんじゃないかなと思いますけれども、一応今日はできたらね、そのベリミニとか、新しいチーデのですね、ウエスタンランドの巡りとかがね、まあ、いろいろあるので、見れたらいいなと思っております。それではね、早速行きましょう。今ちなみにね、1時半ぐらいですね。はい、2時になりました。今インパしたんですけれども、今のところパレードルートとかはね、特に待ってる人はいないですね。ちょっとジョマジはね、ゲート前で見れたらいいなと思うので、そっちの方に向かってます。でもな、多分もう結構いっぱいだろうな。一応キャッスルショーもありますけど、それよりもね、今日はベリミニメインで行きますからね、スルーします。はい、ホーンテッドマンション前撮れました。なかなかいい場所ですね。というか今日アトラクションめっちゃ空いてますね。ホンテはね、今13分待ちです。ちなみにスプラッシュマウンテンとかもね、さっきまで40分待ちでした。さすがベリミニですね。あと20分ぐらい時間ありますけど、結構混んでます。久々のね、ベリミニ見れました。しかもね、なかなかいいところから見れました。ホンテのゲート前から見れたんでね、また別動画で投稿しますから、ぜひご覧いただければと思います。で、今日はね、比較的アトラクは空いてます。スペースマウンテンもね、今25分待ちですし、ずっとね、待ってる最中もホンテッドマンション13分待ちだったんですよね。アトラクはかなりの好き具合ですね。まあ、その分やっぱベリミニとかね、あとキャラグリとかが多いような気がしますよね。ちなみにスティーブンさんが一応昨日から再開したらしいので、バイシクルピアノですね、そのバイシクルピアノ見れたらいいなと思って、今そっちの方に向かってます。普段だったら門員とかスタツアのね、旧ラインがここら辺ずらーっと行ってるんですけど、全然ないですね、スタンションが。いや、めちゃくちゃ空いてるね今日は。アトラクはもう全部乗れちゃうかもしれませんね。今3時36分で15分待ちですね。空いてますね。いや、めちゃくちゃ空いてるので、めっちゃいいインパ日和って感じです。しかもね、今日超涼しいです。もう多分25、6度だと思いますけども、めっちゃ涼しくていい感じですよ。雲もね、曇ってるんで、今空が全然日も出てないですし、めっちゃいい感じ。今3時45分ですね。ジャングルクルーズもウエスタンリバーデッドも15分待ちです。空いてますね。ソーシャルディスタンスのせいで列は長いですけれども、待ち時間は全然です。ちょっとね、スティーブンさん見ようかなと思ったんですけど、ちょっと急遽ね、今一回家に帰ってきました。で、今ね、またディズニーに戻ってきたんですけど、4時半ぐらいですね、今現在。もうだいぶね、暗くなり始めましてね、なんか日暮れるの早くなりましたよね、本当にね。もうなんか、まあでも今日は涼しいからな、なんか曇ってるからですかね、なんか比較的に過ごしやすいんですけれども、その分なんか暗く感じますね。キャッスルカルーセルはね、非常に空いててですね、乗ってない場所もあるぐらいですね。はい、10分待ちぐらい。で、ホーンテッドマンション13分待ちですね。で、ピーターパンは20分ほど。はい、スモは10分待ちです。空いてますね。なんか先週はめっちゃ混んでましたけど、今日はガラガラですね。なんか空いたり混んだり、ちょっとよくわかんないですね、最近のパークは。これですね、シューティングギャラリー行こうかなと思います。まあ、最近めっちゃ混んでるんですけどね。どうやらね、シューティングギャラリーのバッジがハロウィンバージョンになったらしいので、それを今日はね、ゲットしに行きます。今日はアトラクションはすごい空いてます。
ビッグサンダーマウンテン20分待ちですね。まだ4時なんですけど20分待ちです。超空いてますね。ラッキーマトと銀バッチです。はい、こちらですね、無事今10点的中のですね銀バッチゲットしました。ハロウィンバージョンです。でぜひ皆さんね、こちら今ハロウィン限定のものになっておりますのでやってみてください。今シューティングギャラリーでね15分ぐらい並んだんですけど、出てきてもまだねビッグサンダーマウンテン20分待ちなんですよ。今日ほんと空いてますね。めちゃくちゃ空いてます。アトラクは乗り放題って感じ。スプラッシュマウンテンは45分ですね。まあ、今日の最高はずっとこうですね。さっきまで40分なんでこれでも待ってる方ですね。もう全然空いてます。プーさんのハニハン30分待ちですね。やっぱ今日アトラク全部空いてるね。朝からずっとねアプリ見てるんですけど、だいたいずっとこんなもんですね。ハニハンは、まあ、列はすごいですけど。ミニーのスタイルスタジオです。なんかあそこら辺の上の換気のやつですかね、あれが稼働してますね。換気のチェックをしてるのかもしれません。近々やっぱオープンするかもしれないですね。さあニューファンタジーランドです。この前ですねキャストさんのプレビューやってたらしいのでね、もうオープンは本当間近だと思います。楽しみですね。ショップの中も電気ついてますね。もしかしたらもう棚に商品並んでるんかもしれないです。またですね夜見に来てみますけれども、この辺のライトアップがとても綺麗です。であとはハッピーライドもですねもう毎日試運転やってますからね、もういつでもオープンできる状態ですね。ここの上になんかベイマックスとヒロがいるのが見えます。トレジャーコメットのエコバッグですね。この列はすごい行列になってます。ちょっと前まで空いてたのにな。今5時33分ですね。アストロブラスター10分待ちです。消毒作業が終わったってわけでもなくて、今日朝からねずっとね15分とかね20分ぐらいなんですよ。最高でも25分ぐらいでしたね。めちゃくちゃ空いてますよ本当に。今日はアトラクションはね本当乗り放題ぐらいのねレベルです。今ですね軽く一周回ってきたんですけども、プーさんが25分になりました。てか一番混んでるのでも今日30分待ちですね。今日なんでこんな空いてるんでしょうね。グロー待ってるからかなみんな、ね、もうだいぶねあと1時間ぐらい時間あるんですけど、グローの最前がねちょっと埋まりつつあるので、ぼちぼちねもうグロー待とうかなと思います。多分そうなのかもしれないね。年パサーとかねオタたちはやっぱグロー見るでしょうからね、アトラクより。だから空いてんのかな。もう6時なのにこんなに真っ暗です。今日はもう徐々にね日暮れるの早くなってきたので、グリの時間とかも変わってくると思います。そういうところもね考えながら行動しないとダメですね。今日はちょっとね残念ながら結局家に帰っちゃったんでグリ見れませんでしたが、次こそはね頑張ってみたいと思います。はい、ナイトフォールグロー見ました。別動画で投稿しますからね、そちらご覧いただければと思います。あと1時間後で花火やると思うので、花火まではちょっとのんびりしようかなと思います。スモア5分待ちになってました。めっちゃ空いてますよ今日は。でちなみにプーさんはですね今20分待ちでした。今日なんでこんな空いてるんでしょうね。もう超ガラガラなトゥーンタウンです。カートゥースピン行こうかなと思います。いや空いてるねやっぱ今日は。なんででしょうね、めちゃくちゃ涼しいし雨も全然一回も降ってないし超快適なんですけどね。もう夏休み終わったからかなやっぱ。でもそれにしてはね先週はちょっと混んでたんですよね。
ほら超ガラガラ。5分待ちです。消毒作業してますね。このままノンストップですね。やっぱ誰もいないんじゃないの、ゲスト超空いてますよ、トゥーンタウン。ガラガラ、はい、ノンストップで来れちゃいました。もう乗り場です。0分待ち。この前ご紹介したんですけれども、ミッキーブレッドがですね終了しまして、普通のねハンバーガーになっちゃいました。トゥモローランドテラスですね。いや、なんかちょっと物足りないですね、やっぱり。スティッチたちいました。今ねスティッチとエンジェル見ることができました。いや今日はねちょっとグリー見れないかなと思ったんですけど、見れてよかったです。でもうちょっとね時間が花火まであるので、アストロブラスター5分待ちみたいなんで行ってこようかな。間に合うかな、どうかな。花火間に合いそうです。ナイトフォールグローもやったし、ライトザナイトもやりました。完璧ですね今日は。ホンテッドマンションが13分なので、あと1時間の間でね乗りたいと思います。いろいろ花火の後に来たらまたいました、スティッチとエンジェル。はい、スタッツはずっと5分待ちなので行ってきます。久々だなスタッツは。もう今5分待ちです。いやーすごいね、夜は乗りやすくていいですね。ぴったし9時です。いやーいっぱい遊びましたな今日も。朝から夜まで忙しかったです。はい、ということでね、今日は9月の15日ですね、はい、火曜日東京ディズニーランドインパしたんですけれども、やっぱりねベリミニ見れてよかったなと思いますね。でしかもねベリミニね9月30日までなんですよ。だからねめちゃくちゃ期間短いのでね、もうめちゃくちゃねもうレアなパレードなんですけど、いや今日見れてよかったなと思います。で本当はね今日ねあのバイスクルピアノも見たかったんですけど、ちょっとねジョマジ途中忙しかったんでね、まあ、残念ながら見れなかったですね。また今度見れたらね皆さんにご紹介できたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしたいと思います。まあ、ニューファンタジーランドとかは特に変化はなかったんですけれども、まあ、多分近々ねオープンするんじゃないかなっていうね感じはしますよね。いやとても楽しみです。はい、まあ、その辺もねもしオープン日とかに行ければね動画撮りたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。処理大丈夫でした。ありがとうございました。バイバイ。もうね毎日この言葉ばっか言ってるからね、なんか慣れちゃったよね。すごいよね、私そんな早口言えないよ。ジョマジでした、ありがとうございました、バイバイ。ジョマジでした、ありがとうございました、バイバイ。ロボットみたいなね、こんな感じでね。ね、すごいね。こっち行っちゃダメですよ。こっち行っちゃダメ、怒られます。すいませんね。こっちかと思ったから自転車開けた。自転車ないね。いつもここだもんね。ねえ、こっちです。今現在こっちなんですよ、自転車置き場。もし自転車で来ることありましたらお気をつけください。今更だけどね。ね、もうだいぶ経ったよ。